6月2日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、こんにちは、日本放送の飯田浩司です。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。昨日一昨日ぐらいに、はい、ここの番組のスタッフ及び出演者で話題になってたんですが、はい、私は全然認識してないんですけども、はい、飯田くんの最近のモノマネがすごくクオリティが高いといういやいや、そんなことないですよ、そんなことない。何のモノマネなんですか？あの二枚目俳優の玉木宏さん。玉木宏です。ロッテ歌のアルバム。じゃあそれは玉木宏さん。ああ、ワインレッドの心。玉木浩二さん。あ、違う人。玉木雄一郎さんでもないですよ。玉木デニーさんでもないですからね。あ、なるほど。そうですか。そうですよ。え、誰？玉木宏です。いや、ちょっと何？え、なんすか？なん、松山さん。なんすか、その松山さんの反応は。顔を見ないで、ちょっとぼーっとしてる時に言われると、あれってちょっとね、勘違いする感じの。玉木宏がそこにいるんじゃないかと。玉木宏ってなんで有名な人ですか？いろんなドラマとかね、映画とか出てますし。あの、シュッとした感じの。シュッとした感じの。シュッとした感じの。ちょっと夏は冷やしで。っていう CM をずいぶん前でやってました。似てる？似てる？似てます。似てる？ちょっと待ってください。あの、私も、飯田くんのこのイメージをこう脳から追い出した後でですね、うん、声だけ聞いてみようという。これしかし、あの、本人が目の前にいると、むっちゃ濃い顔だからさ。見ちゃダメで、見ないで。そうですね。そうそうそう。見ないで。見ちゃ俺、親から受け継いだ顔全否定されたような気がするんだよ。なんか、あの、競馬の馬の目隠しみたいな感じで。ちょっとあの、サイド、こっちが見えないようにして、ね。今、あの、サブディレクターの鍋谷さんが、玉木さんの顔を映像を見て聞いてください。ちょっと、はい、わかりました、はい、夏は冷やしで玉木宏です。ちょっとなんかそれっぽいかも。すげえ、増山さん大絶賛。ねえ、ま、あの、増山さん俺にこんな声を出したことないですよ今まで。いいでけみたいな感じ。ちょっと質問です、はい、どうして突然玉木さんに目覚めたんですか？いや、これ前からなんとなくこういけるかなと思ってたんですけど。いけるかなと思ってた。いけるかなって思ってたんです。いや、じゃあいけるかなっていうかね、あの、この声の感じはで、岸田さんをやってるうちに、これもうちょっと進めればいいんじゃないのかっていうのをね。岸田総理からの変化球で玉木宏さんに行けるっていう、まあ、あの、声が二の線でこうつながってる感じでね。そうなるほどね。しっかりとやっていきたいと思います。ああ、それは総理の方ですね。なんか検討何百回も言ってるっていう、なんか、立憲民主がそういうのをなんか言ってましたね。そう、言いたくない気がする。立憲民主もさ、暇か？それを数えて。確かにさ、あの、検討が多いのは確かだし、ね、はい、検討おじさんみたいな感じはするけれども、それ数えて突っ込むって、他に突っ込むところはあるだろうって、素朴に思うな、俺は。まあ、いいんだけどね。いや、そんな飯田くんがですね、そんな飯田くんが、朝忙しい上に、モノマネの練習までしなきゃいけない飯田くんがですね、今日本番直前にですね、私のところにあの、録音済みの CD みたいなやつを5枚か6枚持ってきていただいて、何事かと思ったらですね、私の、なんだっけ、風のことは風に問いでしょ。著書を。なんだっけ、あえて言わせたんでしょ今。いや、そんなことないです。あの、私の著書でございましてですね、はい、絶賛発売中、はい、近所の三省堂には一冊も見当たらない、お、風のことは風に問え、うん、はい、この本を、全文朗読ですか？全文朗読いたしました。ありがとうございます、はい、なんでそんなことになっちゃったんですか？いや、これね、やっぱ下さん、この後悔に出て帰ってきて、で、本も書いた、うん、で、やっぱりそこでヒロさんの存在っていうものが、ね、本の中でも様々、最初のチャレンジの時にご一緒した目の見えないヨットマンですね、はい、はい、セーラーのヒロさん、で、じゃあこれ本を上司したとなった時に、でもヒロさんってこれどうすんだろうねっていう話をなんとなくスタッフでしている中で、いや、だったら井戸前ちょっと読んで、いや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 、ありがとうございます。あれ全部読むのにどのくらい時間かかります？どのくらい、6
10時間ぐらいは多分かかってます。毎朝生放送で大変なのにそんな時間を使っていただいて、これだって早送りで喋るわけいかないですからね。そうなんですよ。6時間分の分は6時間かかりますからね。そうそう。それはあの昔のあのアダルトビデオ録画するのと一緒ですよね。その例えが。その例え。確かにね、その倍速とかありましたけどね、そういう話じゃないです。だからね、あのね、あの裏ビデオや摘発されるとですね、大体あのね、ものすごい数の、デッキが発見されるんですよ。今デジタルだったら簡単に複製できますけれども、昔は100本の VHS の、あのソフトを作ろうと思うと100台デッキがいいんだっていう。そう考えたらアナログってね、大変ですよね。で、まあ、とにかく録音はアナログでするしかないですから、はい、いっぺん録音した後の音源ね、コピーするのは今まあ簡単ですけども、最初は全部完全に読まないといけないですから、そうして苦労して読んでいただいたものが私の手元にあるわけでございますが、あの、目の見えないヒロさんに当然送ることはね、あの、させていただくとして、もったいないな、これ、それだけだと。なんかあの、展示図書館等々に寄付する方法とかないのかしらとか。もう日本放送は ね、ミュージックソンで、そうそう、声の図書という声の図書で提供させていただいたりもしていますので、ね。ああ、そうですか。うんうん、あの、もうラジオをお聞きの皆さんでですね、こういう活用方法がいいんじゃないのって、まあ、展示図書館等に送るという作業はですね、うんうん、なんとかこちらの方で、あの、関係者の方で、たどれるところはたどっていって、あの、させていただきたいと思いますが、それ以外にも、こんな使い方があるよ、みたいなことがあればですね、あの、教えていただければ、もう再三度外しで、もう経済抜きで、なんつったって飯田くんただで録音ですから。だって飯田くんの録音、飯田くんの時給を考えたらね、これ CD6 枚分の労力考えたら、お金に換算したらね、8000円ぐらいは絶対いくよ。8000円ですか。時給800円換算じゃないですか。ちょっと多すぎ？いや、多すぎってところですよ。そう。高校生のバイトじゃないですか。そうですか。まあでもまあ、まあここはね、あの、そういうのはあれで、ただ僕はまあまだいいんですけど。まだね、会社員だからね、勤務時間内ってなりますけれども、ね、ディレクターさんがね。みんな。ああ、ディレクターさん。木下さん？木下さんですね。名前覚えてあげてくださいよ。大体まあでも漢字はなんとか覚えて。俺人生で岸田っていう名前初めてなんだよ。うん、木下さんはいるよ。木下、ね、木下って書いて。うん、俺を木下と読まずに岸田って読むってさ、うん、ひねくれてねえか。いや、またまたまた。一族老頭法と否定するのやめなさいよ、本当に。そうですね。そうですよ。別にこれで非難される言われはないわ。そうよく考えてみたら。よく考えてみたら。今なんかの35年の住宅ローンを背負ってるらしいですから、ね。またそういうことつまびらまたそういうこと。昔は売ってる方だったのにっていう。頑張りましょう、みんないろいろ人生があるんです。ダダ漏れです。本当ですよ。不活なこと辛坊さんに言えないです。本当今日はあの本番始まる前に詳細にね、今住んでる家の坪数がですね、販売価格、購入価格、その他全部取材してですね、はい、これちょっと今日あたりからゆっくり私のツイッターに上げていこうかと。やめなさいよ。そうですか、わかりました。ということで、皆さんからいろいろアイデアをね、そうですね、いただくと。そうですね、よろしくお願いします。で、玉置浩さん。玉置浩です。あ、でもね、結構いい人いってると思うんですよね。ありがとうございます。今のは、あ、まあまあ、まあまあ、まあまあ、もうそう。今日はこの声でやっていこうか。ちょっとなんか、ちょっと今鼻についてます。厳しいな。厳しいんですよ、ね。厳しいな、アナウンス室長。常に厳しいです。そうですか。わかりました。じゃあまあ、はい、時々、玉木宏さんになっていただくということでね。はい。クレーム来ない程度にね。はい、あのラジオですから皆さん、玉木宏、あのこれあの紛らわしくないようにですね、これからは玉木宏で喋りますと、一言言ってからあの喋ってもらうことにしますので、いやいやいや、その瞬間に皆さんの頭の中の映像を切り替えていただいてですね。ちょっとイメージして、まあ。もしかするとあの飯田浩司というもののイメージが頭の中にインプットされていない方のために、飯田浩司さんの本体のイメージはどういうものかというのだけを一応お話ししておきますとですね、飯田浩司本体をイメージするのに一番簡単な方法は電子系スイカでした。いや、ちょっと。あの、真っ黒なスイカありますね。真っ黒なスイカ。あの、大宮伝助、大宮伝助さんは、まあ何回も申し上げているように、はいはい、一世を風靡したんですが、一定世代以下の方には全く通用しないですけれども、ね、まあ、要するに、多丼もわかんないですね。多丼もね、わかんない。多丼も死後に近いよね。そうですね、確かにね。そう。何ですかね。何ですかね。わかりやすい。あのね、南辛坊さんを炭につけたような感じです。いや、ちょっと待って。
え南辛坊さんをさらに炭につけるって、うん、南辛坊さんってご健在、はい、いやみんな一斉に黙るのやめてもらえます。いややっぱりリスクは取れないよなそれでは、はい、ご健在でらっしゃる。あ、よかったよかった、はい、よかったよかった。まあまあ新しいものに例えづらいお顔立ちだっていう感じで認識しておいていただいて新しいものに例えづらい、うん、そうですね、新しいものに、ね、誰に、 あとね、川谷拓三さんに似てるっていうふうに言われたこともありますね。川谷拓三さんよりもね、はい、丸いです。丸い、私のイメージで言うと、ね、川谷拓三さんよりも全体のイメージで言うと丸顔っぽいかな、はい、あとはどなたに似てるっていうことを、あと誰って、そうですね、あんまりなんか誰が似て言われたこと、割と眉毛とかひげが濃いタイプで、ね、まあそうですね、だからデンスケスイカだって言ってんじゃん。いやだから人じゃねえし、はい、そうですね、はい、はいはい、なかなか男前ですよっていう。なんで半笑いで言うんですか。ものすごい取ってつけたがありますよね今、はい、じゃあ株と為替いきましょう、はい、東京株式市場日経平均株価反落でした。昨日と比べ44円1銭安い2万7413円88銭で取引を終えました。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会、まあ、アメリカの中央銀行にあたるところですが、まあ、ここは利上げを加速するんじゃないかという警戒感から、売り注文が優勢になったということです。で一方で新型コロナの感染拡大状況が落ち着いてきたことなどから業績回復が期待される銘柄には買いが目立って相場を支えたというところでありました。為替1ドル130円ちょうど付近、昨日のこの時間と比べて70銭ほど円安が進んでおります。さあ日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日の5時26分ごろ、ズームオンミュージックリクエストをお送りいたしますが、お題は、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、飯田浩司さんの玉木宏のモノマネを聞いた時に聞きたい一曲。飯田浩司さんの玉木宏さんのモノマネを聞いた時に聞きたい一曲ですね、はい、あーなるほどなるほど、ご感想なんか交えながらね、なんでその曲選んだのか、ズーム玉木さんということは歌は歌ってないんですか。お歌は多分歌ってないんじゃなかったかな、記憶にないですね。もし玉木さんがあのレコードと、レコードって古いね、そうですね何かの楽曲を出していたとするならば、その曲は除外します。じゃあそれ以外でということでね、はい、お願いします。お願いいたします。 zoom@1242.com でお待ちしております。はい、はい、この後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。世界の大手金融機関で作るクレジットデリバティブ決定委員会は1日ロシア国債が支払い不履行にあたると認定しました。島根県の丸山知事は今日午前、中国電力島根原発2号機の再稼働への同意を県議会で表明しました。中国電力は早ければ2023年度の再稼働を目指します。17歳の少年を個人事業主と偽り、新型コロナ対策の国の持続化給付金を詐取したとして、警視庁は東京国税局の職員など詐欺グループ7人を逮捕しました。警視庁はこのグループがこれまでにおよそ200人に申請させ、2億円を騙し取った可能性が高いとみて捜査しています。昨日投開票が行われた韓国の統一地方選挙で、ユン・ソンニョル大統領の保守系の与党国民の力がソウル市長選挙など主要な17の選挙のうち半数を超える12で勝利しました。
来年の春卒業予定の大学生らに対する企業の面接などの採用選考が昨日6月1日から解禁されました。しかしリクルートの調査では来年の春の卒業予定の大学生の就職内定率は5月15日時点ですでに 65.4% となっています。前の年の同じ時期と比べて 6.2 ポイント上昇しています。ビジネス誌フォーブスアジアは昨日日本の富豪上位50人の合計資産がドル計算で前の年と比べて3割マイナスの1700億ドル、日本円でおよそ22兆円になったと発表しました。円安や株式相場の下落が原因です。経済産業省によりますと、去年の民間消費に占めるキャッシュレス決済の割合は、2020年よりも 2.8 ポイント増えて 32.5% となり、初めて3割を超えました。決済事業者がポイントを付与するキャンペーンを相次いで実施したことが後押ししたとみられます。今年の11月に開幕するサッカーワールドカップカタール大会のヨーロッパ予選のプレーオフ準決勝が1日行われ、ウクライナ代表がスコットランド代表を破りました。ウクライナは今月5日、ウェールズ戦に勝てばワールドカップへの出場が決まります。ロシアのウクライナ侵略によりプレーオフは3月から延期されていました。そこまで言うか。はい、テラニュースが並んでおりますけれども、はい、そうですね、来年の春の就卒業予定の大学生の、はい、昨日6月1日、面接などの採用選考が解禁って、うん、まあ、昔からこういうのって本当にほぼほぼ意味がないよね。はい、これだいたい飯田君らの時はどうだった、就職。いやもう飯田君はでももうだいぶ前か。だいぶ前っちゃ前ですね。2004年に入社しましたので、就活してたのは2002年から3年。まあ、あの当時はもう大学3年生で就活するのは当たり前で、東京のテレビのキー局なんか3年の秋10月にもう内定が出るみたいなですね、アナウンサー試験は。そうですね。でもそういう放送局もさ、ニュースのコーナーになると、就職の解禁があって、なんだったこれ。そうそうそう。結構守ってる会社も今日とか明日とか、まあ、昨日とかもそうかもしれないですけど、最終の試験だけこの6月の解禁後にやって内定を出すと。なんか6月1日に形だけで、とりあえずそれまでに実質内内定みたいなやつを出してる人間を集めて、はい、セレモニーみたいな面接をやって、はい、ご飯食べて解散みたいな。でも今はまだそんな時代ですけれども、1980年代の後半のバブルの時代って本当むちゃくちゃでですね、内定者がよそに行かないように内内定出した人間は、そういう就職協定の内定が出るような時期に全員ハワイにかさらってですね、研修旅行と称してみたいな、ハワイ旅行好きみたいな、でハワイに連れてっちゃうと日本国内でその内定の別の会社に逃げられないからっていう、そのくらいのなんか売り手市場だった時期がありますからね。あんな時代知ってると、まあ、それでも6月1日でもまあこういうのってないよりマシかなと思うのは、我々の時は10月1日っていうのがあって、でおおよそこういう枠で誰も守っちゃいないんだけど、なんとなくそうすると10月1日が一つの基準点になるし、6月1日って一応決めとくと、実際は6月1日の段階ではまあ大半の学生決まってるし、でこういう協定に花からもう無視してかかる外資系の企業、最近外資系の企業、私ね、つくづく思うんですけど、就職人気ランキングみたいなやつがありますよね。はい、あれの変遷見てても、なかなかあんまりそういうところの上位に出てこないんだけれども、東京大学法学部っていう、まあ、いわゆるエリート官僚の、登竜門っていうのか、登竜門っていうのか、どっちが正しいんだ、これは、語的には。どっちなんだろう。まあいいや。登竜門って言っちゃいますけど。要するに、まあ、エリート官僚は、もう東京大学法学部の上から成績いい順番にね、それでまた、昔は上級職試験という、今ちょっと名前変わってますけれども、はい、まあ、要するに、エリート官僚になるための試験を受けて、その試験の序列で、まあ、大蔵省、今は、財務省か、まあ、経産省、はい、その前は通産省みたいな、もう省庁で振り分けて、ところが今もそういうレベルの、学生は、
みんなこぞって外資系になだれて流れていくっていう時代だから、そうすると就職企業ランキングなんてものもほぼほぼ当てになんない、うん、そんな中やっぱね、夢がある意味夢があるなと思うのは、昔はね日本のお金持ちの上の方って結構まあいやその序列に従った東大法学部出てサラリーマンになってみたいな人もそこそこいた時代があるんですけども、はい、今割とねこのランキングの上位に並んでる人たちって、うん、それはあの高学歴の人もいるよ、いるけれども今日同時に発表になったさっきのニュースのコーナーにもありましたけど、うん、日本の長者番付トップ10っていうのが、うん、フォーブスという経済雑誌が昨日の6月1日時点の、はい、ものを発表してるんですが、はい、1位がファーストリテイリングの柳井さん、うん、で2位がですね、うん、滝崎武光さんっていう、多分ねこの2位の滝崎武光さんという方はあまり馴染みがないと思いますよ、うん、3位のソフトバンクの孫正義さんとか、あの4位のサントリーの佐治さんとかみんな知ってますけど、この2位の滝崎さんっていうこの方がですね、うん、日本の長者番付今年度の第2位としてフォーブスがランキングしてるんですが、はい、資産が216億ドルだからざっと、2000数百億円です。あ、違う、2兆数千億円です。うん、2兆円。はい、2兆円中だってやな。豆腐2兆じゃないんだから。この滝崎さんという人はですね、あの、一代で財を成したんですよ。一代、ね、キーエンスという、あの、メーカーがあります。おそらくね、日本の製造業の中で最も平均給与の高い会社ですよ。うん、キーエンスの平均給与は確かね、2000万超えてるはずですね。この滝崎さんという人はです、どういう人かというとね、私の記憶によると尼崎工業高校だと思いますね。へー、最終学歴が。だから尼崎の工業高校出身で、企業をいくつか作ったんだけども、最初から成功してないんですよ。いくつか潰してるんですね。いくつか潰した後、キーエンス作って、これが当たって、今もう製造業、まあ、いろんなセンサー関連の製造業とか、子供たちに人気のあの、ものすごく安定して飛ぶドローンみたいなものの基礎的なセンサーみたいなやつとか、いろんなものを作ってるんですが、このキーエンスという、おそらく日本で最も年収の高い製造業ですが、ここの工業高校出身の滝崎さんが、日本の長者番付の第2位ですから。だからまあ、それでも今のニュースの原稿的にはですね、去年に比べると、うん、トータルの1位から10位までのトータル の, あの資産額は去年に比べると3割減りましたっていうニュース原稿になってますが、はい、それは3割減ってる最大の理由はドルベースに換算したらっていうことですから、為替の変動ですよね。はい、こんだけ円が安くなってりゃドルベースに換算したらそれは減るだろうっていう、うん、それとまあ去年はあのコロナでガーンと株が下がった反動で伸びたんです。だから一昨年に比べると去年一気に伸びてて、でまあ、あの実際の価値よりも株の価格が上がってたりなんかしてた時代なんで、今年になってちょっと株価も落ち着いてきてるんで、そんなことが背景なんですが、だからまあこの序列を見ると、いや東大法学部のトップでなくても少なくとも経済的にはっていうね、このあたりのことは見えてくるんで、飯田君、はい、大丈夫だよ。いやいや大丈夫だよ。なぜ大丈夫ですかね。そうだよ。おお、まずは時給800円だよ。それね、最低賃金以下だと思うんだよな。そうですね、東京1040円ぐらいがいってるよね。そうですね。ズームフラッシュでした。6月2日木曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司の3人でお送りしております。はい、ではご意見をご紹介していきます。はい、ありがとうございます。神奈川県川崎市の45歳女性の方、サイナクリちゃんさんですね。全盲の視覚障害です。今風のことは風にとへの朗読や展示が出来上がるのを待っているところですが、飯田さんの朗読を聞いてみたいです。ああ、ぜひ展示図書館などへ配布してください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そういうあのご意見をいただくと本当に飯田君、はい、力が出るよね。ありがたいですね。本当だよ。だってさ、かなり頑張らないとあれ全文、俺でも嫌だもん。自分の本でも、自分の本でも自分で全部音読するなんてとてもじゃないけどさ、そんなことしてみようなんて思わないのに、飯田君ありがとうございました。なるべくね、そういう機会を得られるようにね。オーディオブックでどうかとか、いろいろね、アイディアも
ただいてますね。いやいや、もうね、そのオーディオブック等で、あの、販売じゃなくていいよ、もうこれ、せっかく飯田くんボランティアでやってくれたんだらさ、うん、あの、その方に、早速、送ろう、もう、送ろう、まあ本当に送れるかどうかはごめんなさい、わからない。橋本さん、そのくらいの気持ち、一応そのくらいなもんですから、期待せずに待っといてください。はい、はい、考えます。はい、それから兵庫県姫路市のチューキーさんですね。こちらも女性の方。いつも楽しく拝聴させていただいております、ね。3時半から始まる番組が我が家にとっては小学4年生の子の宿題の BGM となっています。おー、今宿題中。ねえ、頑張って。宿題するのの BGM では気が散りすぎだな、それ。確かにね。で、船舶や自衛隊に興味のある中2の長男が、守るという雑誌を愛読しているんですが、MAMOR のね、守る、はい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 、で先日その長男が雑誌を片手に、お母さん辛坊さん乗ってるでと言うんです。そうなんですか。雑誌の中の1ページに辛坊さんのご著書の広告がカラーで大きく載っていました。あ、そうなんだ。守る扶桑社から出てますからね。あ、そういうことか。はい、ありがとうございます。ますます読んでみたくなりましたが、姫路市の図書館では3冊所蔵の本に対して予約件数23件入っていますので、まだまだ先になるかもしれません。ありがとうございます。それにしても子供はよくラジオの内容を聞いて、図書館の担当者の皆さん、ぜひお買い上げをお願いしてします。やってくださいとね、はい、全国の図書館で1冊ずつ買っていただくだけで相当な数になりますからね。世の中の図書館は意外と多いですから、そうですね。ただまあちょっと ね、町村合併ってやつがありましてね、大体基本的に市になる基準とかあるわけですよ、うん、で図書館いくつとかなんかそういう基準があるんで、基本まあでも村は多分ね、基準がなかったとしても全国の村には多分図書館はあると思いますので、基本最低の数でも市町村の数だけはあるはずなんですよ、図書館っていうのは。ですよね。あの省庁じゃなくて平成の大合併で、はい、あの3000いくつあった基礎自治体が今1600とか700とかに減っちゃいました。半分ぐらいに減りましたから、はい、いかんだろあれは。ちょっと待った。いかんだろって今鍋谷君の調査によると、公共図書館は3316、2000年調べであるそうですが、2020年調べですか、はい、2020年調べはもうあの平成の大合併終わった後ですから、だからこれ3316っていう数字が見事にもともとあったあの市町村の基礎自治体の数と符合するでしょう。符合しますね。東京みたいなでっかい自治体はね、はい、まあ、これ基礎自治体という数え方すると東京の場合は23区1つずつが基礎自治体という扱いになりますけれど、うん、それでもまあでもそうか、そうすると基礎自治体に図書館は1つっていうのがベースか。な、中央図書館みたいなものがね、まあね、大体のほうに、そうですね、大阪市ぐらいのレベルになるともうちょっとありそうな気はするけど、まあそうですよね、はい、でも、全国の図書館の皆さん、図書館で1冊ずつお買い上げいただくと、はい、それだけで3000冊売れますから。お願いします。判権力は正義ですか、もう一つ、ね、セットでじゃあお願いします。セットで抱き合わせ、便乗。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日お送りする5時26分頃の大喜利リクエスト、ズームオンミュージックリクエストはですね、お題が飯田浩司アナウンサーの玉木宏さんのモノマネを聞いた時に聞きたい曲です。今日玉木宏、もう一つお願いします。夏は冷やしで、玉木宏です。岸田総理と変わんねえじゃんそれ。いやまあ、そんなことでございます。ツイッターで見てると、あの鈴木雅之さんの違うそうじゃないが今一番人気です、ね。なるほどね。その手があるか。まあ、あの理由もそうやってね送ってください。zoom@1242.com でお待ちしております。この後ズームオンをお送りします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。アメリカのウクライナへの武器提供について、ロシアの外務次官が米ロ直接衝突の危険と批判。
アメリカのバイデン大統領は1日、ロシアの軍事侵略を受けるウクライナに対し、高機動ロケット砲システムハイマースを含む7億ドル、日本円にしておよそ910億円の追加軍事支援を行うと発表しました。これについてロシアのリャプコフ外務次官は、米ロの直接衝突のリスクを高めると述べ強く反発しました。多連装ロケット砲システムと。一応これアメリカは、はい、ウクライナ領内におけるロシア軍の進撃を阻止するために使用されるものであり、ロシアに使われることはない。はい。で、この多連装ロケット砲は、最大射程300キロ。最大射程300キロっていうと、東京から発射して、ほぼほぼ名古屋に到達するぐらいな、そう考えたらすごい性能なんですけども、はい、そこまで飛ばすと、そこまで飛ばすロケットの本体を与えると、ロシアを刺激するので、80キロぐらいしか飛ばないやつにしますよと。80キロだけどね、はい、これもまあ、いや、そういうふうに言うことに意味があるんだなっていうのは、80キロしか飛ばないから、ロシアの領内攻撃できないかというと、ウクライナのとロシアの国境は接してるわけだから、はい、国境の間になんかその80キロゾーンがあるんだったらともかく、国境接してるわけだから、国境すれすれのところに配置してぶっ放しは当然届くわけで、届くか届かないかっていうのは武器の性能よりは、使う人間の意思によるものなので、だから、ロシア、これロシアの立場からすりゃ、いや、そんなこと言ったってそんな兵器与えられたらうちに届くかも、使い方次第だったらうち届くだろそれって思うよね、当然、そういうことで、ロシアは早速反発をしておりますが、今戦況がね、はい、これがもう毎日報道されてるんだけども、どれを信じていいんだかさっぱりわかんないんですよ。今日あたりの報道で言うとね、ロシアが侵略をしているウクライナの東側の帯のように、はい、南北に帯のように国境線にわたってロシアの侵略地域がざーっとありますけれども、そこの一角の、大きな都市があるんですが、ここの都市の昨日あたりで言うと6割、その前で言うと3割とかだんだん増えてきて、今日あたりは8割ぐらいはもう制圧しちゃったんじゃないのみたいな報道があるんだけど、はい、信じていいんだかどうなんだか分かんないんだよ、これが。それからウクライナ発の情報っていうのってあって、ロシア発の情報っていうのがあって、もう国際世論を見ながらで、ウクライナとしてはあまりにもどんどん押し戻してるよっていうことになると、今回みたいに兵器くれって言ってんだけど、いやこれ以上ウクライナに兵器与えて、ロシアの侵攻、ロシア領内にミサイルぶち込むようなことになると、やっぱロシアこれ以上刺激するとあそこの国何するか分かんないから、それは怖いから、そのギリギリの手前で止めとこうって言ったって、そのギリギリの手前のラインが誰にも読めないんで、本当のところどうなってるかは最前線の兵士しか知らないんで、当然西側の記者が誰か入ってるかというと、まあ日本の記者は絶対に弾降ってこないっていう確信のあるところしか正規の記者は行かないからね。ほいでまあ、もしかすると運が悪いと弾飛んでくるよなっていうぐらいのところには、宮島茂樹さんぐらいなフリーの方はギリギリのところまで行くけれど、それでもギリギリのところで、まあ、射殺されるみたいなことも、まあ、日本の記者もかつて、ありましたけど、中東でね、中東でありましたから、日本の記者が、まあ、いわゆるフリーの記者がそこまで行っていないっていうわけじゃないんですけれども、やっぱ欧米の記者が圧倒的に犠牲になる確率っていうか、過去の頻度でいうと高いんで、欧米の記者はギリギリの最前線まで行ってますけれども、それでも本当の最前線じゃないからね。本当の最前線で何が起きてるのかわからないんで、まあ、連日の報道、私もいろんなウクライナ発の報道、ロシア発の報道、中立的な立場の報道全部見てはいるんだけども、正直戦線がどうなってるのか分かんない。ただまあ確実に言えるのは、ロシアが目指しているような一気にウクライナを侵攻してっていうような状況にはなっていない。だけども、その最前線でウクライナが東に押してるのか、ロシアが西に押してるのか、戦線が膠着してるのかっていうところは分かんないんだけど、今そのぐらいデリケートな時期に、この手のアメリカの最新鋭の武器というのは一気に戦線の状況を変える可能性があると、はい、それだけは
言えるだろうと思います。だからこれがね、現地に到着するのが、今これが今、うんね、あの供与することになりましたっていうニュースだから、実際に配備されるのが今月の半ばぐらいだと思いますよ。うん、で、今、同時にですね、ドイツが、はい、昨日今日ぐらいの大きなニュースで、ドイツも今まで一番最初はね、とにかく、あの日本と同じで、ヘルメットと防弾チョッキぐらいなレベル で、 そうすると国内世論で、何やってんだよって話になって、だんだん拡大してきて、昨日今日あたりで、ドイツが供与するっていうのは、ドイツが持ってる防空システムだからね、防空システムっていうのは領内に入ってくる、戦闘機とかミサイルとかどんどん撃ち落とせるだけの能力のある重火器だから、はい、これってあのロシアを刺激するという意味ではドイツにとってはものすごくリスクが高いわけで、つまりドイツが供与したミサイルでロシアの戦闘機を撃墜するっていう可能性が出てきてるわけですから、はい、でドイツがそこまでやるっていうのは、まあ、やっぱ国内世論に押されてるところもありますけど、かなり思い切ったことをやっぱりヨーロッパは始めてるよねって、そういう武器が勢ぞろいしてウクライナの最前線に送られるのが早くても今月の半ばぐらいなんで、うん、今月の半ばぐらいまで逆に言うとウクライナが現状の膠着してるように見える戦線を踏みとどまれれば、うん、その後一気に押し返せる可能性も出てくると、いうことで、ちょっと、まあ、今月勝負だなと、まあ、アメリカあたりとしてのやっぱ本音のところで兵器産業としては、あの自分のところの使ってる兵器が対ロシアにどのぐらいの性能があるのかというのを実戦で試す極めて稀な機会だから、まず全世界の兵器の見本市会場みたいなことに今戦線がなりつつありますから、という状況です。さあもう一ついきましょう。はい、では続いて特集するニュースはこちらです。知床観光船事故船体調査へ。北海道知床半島沖で乗客乗員26人を乗せた観光船 KAZU1 が沈没した事故で、船体が昨日網走港に陸揚げされました。船体後部の船底には穴や亀裂とみられる損傷が確認されました。損傷は沈没後にできた可能性もあり、第一管区海上保安本部は事故との関係を慎重に調べます。昨日から今朝にかけて各メディアは一生懸命やってるんで、それを滑稽だというふうに表現するのは不謹慎を承知で言いますけれども、はい、ブルーシートで厳重にくるまれてる、ところのブルーシートの、まあ、覆われていないごく小さな部分から覗くものを見て、うん、これに関して評論をしていると、うんうんうん、それじゃ全体像わからねえだろっていう、うん、私ね、まあ、今のタイミングではある程度しょうがないかなと思うのは、まあ、重要な証拠品であるということと同時に、まあ、あのご家族ご遺族にとっては、まあ、異例の対象でもあるわけで、それを、まあ、いや、あの全面公開してマスコミが殺到してっていう図式はあまり好ましくはないよねって、あの海上保安庁が判断するのは当然だから、まあ、それで今すぐ全部のブルーシートを外して見せろやというつもりはないけれども、この状況がずっと続くとすると、それは違うだろうっていう感覚はあるんですよ。で、海上保安庁の過去のやり方で言うと、情報公開に極めて慎重なんです。典型的な例がですね、はい、海上保安庁の巡視船に、中国の船が体当たりしたときに、いろんな憶測が飛んで、どういう形でぶつかったんだと。でね、まあ、一説によると日本の海上保安庁の船がぶつけたんじゃねえかとかですね、いろんなことを言われて、結局、真相が全くわかんなかって、出せって言うんだけど映像が出てこなかったんですよ。最後の最後に、まあ、業を煮やしたというのか、はい、切れたというのか、うん、海上保安庁の職員の方がですね、はい、まあ、あれは海上保安庁内部で共有されてた映像なんだね。うんうんうん、確か。そのようですね。海上保安庁の幹部の間では共有されていた、まあ、簡単に言うと中国船が海上保安庁の船に突っ込んでくる映像ですよ。うん、突っ込んでくる映像です。あの映像を見たら一目瞭然で、はい、何すんだこの中国船はっていう、まあ、まともに突っ込んできてますから、だから海上保安庁の船が、まあ、過失でぶつけたとか当たったとかそういう状況ではなくて、意図的に中国の漁船が向かってきてぶつけたんじゃねえかっていうのが、もう映像を見りゃ一目瞭然なんだけど、
オフィシャルであの映像は出さなかったんだよ、海上保安庁は。ほいで海上保安官が幹部で共有されてたコンピューターの映像かなんかを外部に流出させたっていうんで、そこからまあマスコミが一斉に報道して大騒ぎになって、うん、結局その流出させた海上保安官は海上保安庁を辞めることになりました、はい、そのぐらい海上保安庁ってね、多分その手の情報公開をするルールっていうかルートっていうか慣例みたいなものが出来上がっていないんで、どのタイミングでどのくらいの情報を表に出すか、警察なんかは長い間のマスコミとの付き合いで、はい、これもどこまで合法で違法かって結構線引き難しいとこあるんだよね。そうですね。いわゆる警察発表ってやつも、今回の件がどうかはあれですけれども、あの中国戦の話は結構外務省だとか、あるいはあれ総理官邸、当時の民主党政権のことがあって、解雇だけで判断ができないっていう、結構あの時はかなり政治的圧力がかかって公開するなっていう、要するに中国を刺激したくないっていう当時の政権の思惑というのが海上保安庁、ごめん聞こえなかった、当時はあの菅直人政権であったことは、まあ、あの客観的な事実としてそうですから。え、誰だったっけ、菅直人政権、ね、でかつちょっとごめん、俺ちょっと最近さ耳が痒くてさ、いや何が耳が痒いもんですか、聞かれないんだな俺これ。え、どの政権だって、ちょっとそんなにね、あの曲はなラジコのタイムフリーで聞いてください、ね、曲は関係ない。いや客観的な事実として申し上げると、当時菅直人政権 で、かつ当時確か、渡米をする菅総理は直前で、当時の戦国官房長官に全てを任せると、で当時の、確か、国交大臣は前原さんだったと思いますけれども、まあ、詳しいね、詳しいね、井田君詳しいね、さすがだね、いろんな圧力の中で縦板に水で流れるように情報が出てくるね。国交省のさらに外局にする海上保安庁が自分たちでっていう、これ難しいっての確かにあったというふうに、私もあのいろいろ取材をしましてね、あの当時も。しかしでもあの時に、要するに事実関係は映像が残ってるらしいと、はい、映像を見りゃ一目瞭然で何が起きたか分かるのに、それを隠して出さないっていう、なんだよそれはっていう話がありましたよね。そう。でまあ、あの警察とマスコミの付き合いもなかなか難しくてですね、はい、これもいわゆるアメリカなんかはね、まあ、アメリカなんかでもまあ結構難しいところはあるんですけど、まあ、基本的に何か起きたらあの警察署の前で責任者がこうわーっという記者の周りで喋ったりとか、それからアメリカは大陪審っていう制度があって、あの起訴陪審って起訴するときには法廷開かなきゃいけないっていう場合には、その起訴陪審は日本と同じで公開法廷で行わなきゃいけないんで、起訴陪審起訴するあの場では必ず情報が出てくるので、そこに取材に行きゃマスコミはあの当局が持ってる情報は手に入る。日本の場合はなかなかその辺がルール化されてるのかされてないのか難しいところで、基本慣例として警察発表で警察からいろいろデータが出てくるんだけど、はい、それも例えば昔なら当たり前のように出ていた女性に対する性犯罪の情報であるとか自殺情報みたいなやつもマスコミが発表しないっていう慣例が長年続くと、警察の側ももうどうせ出したって報道しないなら出さなくてもいいだろうっていうんで、情報出さないっていうようなことも、であのなんか事件が起きました、事故が起きました、被害者の名前は警察は掴んでます、だけどこれをどこまで出すかみたいなことが毎回県警によって扱いが違ったりなんかするので、実はあの当たり前のように報道されていることでもルール化されていないことがたくさんあって、慣例の中で成り立っている、海上保安庁なんかは対マスコミ的にどこまで情報を出すかみたいなのが、慣例が警察とマスコミでおいても現状は曖昧なところがたくさんあるんだけど、さらに曖昧でどのタイミングでこのあのカズワンの、例のブルーシートを全部外して船体をマスコミに公開するのかって、全く見通し立たない状況だよなこれ。だけど見りゃ一目瞭然のこともたくさんあって、はい、何回も私、まあ、この番組では言ってないかもしれませんが、 YouTube 等で言ってるかもしれませんが、当初ですね、出航前から船の右舷の前に縦に船体に大きな亀裂があって、はい、これが原因で沈んだっていう、だから一番最初にあそこの運航会社の社長が徹底的に叩かれたのは、そんな状況のまんま船出したんじゃねえのかって言って、それが主因のように報道していたメディアもあるわけですよ。だけどそれに関して言うと、どうも昨今の報道を総合すると
デマだったんじゃねえかというような疑いもあるんで、あの当初の報道がデマだったのかどうなのかって船体の右舷の船首部分を見りゃすぐ分かる話なんだけど、そういう情報も出てこないっていうようなことはやっぱ異常だよね。どっかのタイミングで今すぐ全面的に見せろと言うわけじゃないけれども、どっかのタイミングでやっぱりあのそれは公開する責務が海上保安庁にもあるし、マスコミはそれはちゃんと客観的に伝えない、伝える必要があるだろうと、思います。あの、はい、どうぞ。いや、これ、まあ、海難事故ということになると、もちろんそのね、あの、刑事的な調べもそうですけれども、最終的には事故の調査報告っていうのが出てしかるべきものではありますよね。だからそのタイミングだよね。だからそれ何年も経ってからああでしたこうでしたって言われてもな、分かんない。だから船体の状況がどうなってるかぐらいはさ、その客観的にこうなってます。ただその分析は難しいよ。例えばね、あの今、ブルーシートの隙間から船体の後ろに穴が開いてるのだけは確認されてるわけですよ。でこの穴が開いた理由は考えられるのは2つで、客を乗せて海面を走ってる時に座礁して穴が開いた可能性か、それとも、あの海底に沈んだ時に何かに衝突して穴が開いた可能性と両方あるわけで、それに関して言うとその、まあ、あの穴が開いてる部分の、 あの付着物みたいなものを詳細に分析すると、おそらく海底で開いた穴なのか、海上で開いた穴なのかは専門家が分析すると多分わかるだろうと思うんで、そこまでは、まあ、あの分析結果まではまあともかくとしてですね、はい、その客観的にどうなってるかというのはさっきの選手の話じゃないけれども、まあ、ある程度デマみたいなものもたくさん飛んでるんで、そのデマ一つ一つ潰していくという意味でもね、真実にたどり着くという意味でも、まあ、あの海上保安庁は、出せる情報は出すべきだと思うし、マスコミもそのあたりしっかり取材しないといけないよね。それで言うとね、海上保安庁出身の OB の皆さんも相変わらずですね、新聞読んでるとおいおいみたいな、多分小型船乗ったことねえんじゃねえレベルの人たちたくさんいるなっていうのは、あの、これも前この番組でも私も何回か口にしてますけれども、この種の小さな船って基本的に水密区画とかないやつが多いんですよ。だから基本一箇所穴が開いたら沈むんですが、それ理解してないんじゃないのっていう専門家の声がね、もう未だにたくさんあちこち新聞読んでると散見されるんですよ。小型さん乗ったことねえだろっていう、まあ乗ったことないのはしょうがないんだけどさ、だけどそれであのコメントするのもどうかなっていう気は正直するな。ちなみにあの中国の不審船の衝突のあの当時、前原さんは外務大臣で、馬淵澄夫さんが国土交通大臣であったと。あ、一応ちゃんと一瞬でも間違ったことは訂正するの偉い、ね、いやいや総理大臣誰だって菅直人さんズームオンでした。6月2日木曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。さあ、この時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介していきます。今日のお題は飯田浩司アナウンサーの玉木宏さんのモノマネを聞いた時に聞きたい曲です。はい今の何今の何ですか中途半端になっちゃった。そうですね、杉並区の54歳男性のキルゾーさんはですね、はい、本物の玉木宏さんかと騙されてしまうほどのクオリティの高さに敬意を払って、高田瑞恵さん、そんな宏に騙されてはいかがでしょうか。あ、そんな宏に騙されてって高田瑞恵さんだったともね歌ってますね、あ、なるほどね、はい、それからキミさんはですね、はい、平井堅さんで瞳を閉じて、声は本当に似ています。ありがとうございます。大分県にお住まい44歳の抹茶ファイルさんは、渋垣隊のナイナイ16をお願いします。ごめんなさい、飯田さんのことは SNS でお顔を拝見しているので…なるほど、ないないない似てないないですって感じ。失礼しました。大田区の潮風ピーポーパーリナイさんです。飯田浩司さんの玉木宏さんのモノマネを聞いた時に聞きたい曲は、バービーボーイズの目を閉じておいでよ。これもね、瞳を閉じてと同じ結果、そういうことですね、はい、瞳を閉じていれば飯田さんはいつも大事なニュースを伝えてくれて頼りになる
玉木宏にだったり総理にだったりするすごいアナウンサーです。うん、ありがとうございます。そういう評価もあるかもしれない。荒川区の33歳小井丸さんはですね、ズームオンミュージックリクエスト、西野カナさん、会いたくて会いたくて。ほう、これね、飯田さんが玉木さんのモノマネをして、ええ、もう一度聞かせてと言いたくなったので、うん、もう一度聞かせて嘘でもという歌詞からこの曲を選びました。あ、ね、いろいろ皆さん考えていただいてありがとうございます。シンボさん、この方小井丸さんね、太平洋、航海往路中に生まれた自分の息子に、はい、二郎とつけた父親です。横浜でサインありがとうございます。いや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 、ありがとうございます。まあまあ、二郎は ありがたいことに普遍的な名前ですからね。これがもっと変わった名前だと将来子供さんが苦労するかもしれませんが、二郎だと大丈夫です。いろんな言い訳できますから、親としても。別に親の言い訳今から私が考えてもいいんですから。確かにね。ねえ、きっと大きく羽ばたきますよ。本当に。そうは新宿のミナドラさん、59歳女性の方は、365日の紙飛行機 AKB48 ね。これなぜかというと、 NHK の朝ドラ朝が来たの主題歌で、主人公春さんの、旦那様役で玉木さんが出演されていた。そうなんですか。そうか、そうそう、いろいろ覚えてらっしゃいますね。福島県62歳のゆこぺこりんさんはですね、はい、シルビーバルタンのあなたの虜をお願いします。ほう、これは映画ウォーターボーイズでアフロヘアの頭に火がついてプールに飛び込む玉木さんをパッと思い出しました。え、ウォーターボーイズに玉木さんですと思ってらしたんですか。ね、されてたんですね。はー、まあ、ウォーターボーイズね、埼玉県立川越高校。そうそう、あ、そうですよ、ね、中高です、はい。で、最後にこれね、一番多かったんですが、葛飾区の白縫さん、45歳男性の方、ベートーベン交響曲第7番。第7番は何だっけ。これね、玉木宏さんといえばのだめカンタービ ビレドラマにね、上野樹里さんと出てましたのだめですから、この曲リクエストしますと。ベートーベン第7番、のだめって第7番だったんだ。が象徴的な曲なんですか、ね、みたいですね。うん、お、そう、はい、ベートーベンといえば、まあいいや。いや、気にしないでください。はい、私らの頃はですね、うん、未完成が A 面、あ、違う、ベートーベンの運命が A 面で、うん、B 面未完成っていう妙な LP が流行ったことがあったんですよ。へー、これかなりの珍品かもしれないなと思ってですね、私の山の家の発掘の時に絶対あるはずだと思って探したんだけど、出てこないんですね。探してるものはね、なかなか出てこない。いや、っていうかね、だから大事なものがないんですよ。ビートルズのね、結構昔の貴重な版だとかね、まあ、そうそう、ピンクフロイドの狂気とかですね、あの、私好きなジャケットだったんですが、そういうのがね、軒並み金目のもんがみんななくなって、金目のもんがそれご自分で、いや、阪神のあれとかすごい貴重ですから、無意識でいろんなもん売っちゃったかな。ズームオンミュージックリクエスト、はい、本日は、うん、平井堅、瞳を閉じて。お、はい、はい、では瞳を閉じてエンディングでお送りいたします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。来週6月6日月曜日の4時台のゲストは、月1レギュラーの第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜俊博さんです。で、長浜さん先月ね、講談社現代新書から、日本病なぜ給料と物価は安いままなのかを出版されましたね。その話、明日は新刊の話が、はい、てんこ盛りかな。月曜日ね、来週月曜日ね、来週月曜日、うん、よし、一言、その、あの、長浜さんが新書の紹介するために、はい、私も、風の言葉、風に鳥の紹介をぶつけるという。抱き合わせですか。番組が役者になるという。反権力は正義ですか、もう一つ。折に触れお願いします。もっと役者になる。訳が分かんない番組になってしまいます。何なんですか、もう。はい。長浜さんへの質問もお待ちしております。zoom@1242.com で、あなたからのご意見、お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。静岡県知事がリニア中央新幹線について反対する理由はないと述べる。
静岡県の川勝知事は昨日、リニア中央新幹線の車両基地の建設工事が進む岐阜県中津川市を訪れ、青山市長と面会しました。川勝知事はリニアの完成で静岡県内に止まる東海道新幹線の光と小玉の本数が増えるため、開通に反対する理由はないと伝えたそうです。また川勝知事は報道陣の取材に応じ、リニア新幹線の静岡工区がトンネル工事に伴う大井川の水量減少問題で着工できない状態が続いている現状を説明、今後リニア沿線の9つの都府県で作るリニア建設推進規制同盟会に参加する意向を示しました。なんだかよくわかんないニュースなんだけど、飯田君、はい、結局静岡県の川勝知事が今現実には工事止めちゃってるようなところがあるんだけど、工事着工、まあ工事、静岡県内の工事を認めるというように方針転換したというニュースでもなし。なし。何なんだこれ。いや、何なんだこれやという、そうですよね。よくわかんないよね。はい。だって未だに、まあ、あの、リニアの中央新幹線、ルートを見ると、東京から出て、神奈川の北の方をほんのちょっとちょろっと通って、はい、大半山梨県を通って、はい、次、あの、静岡県って、その、川の大井川？大井川。大井川の上流の源流のところだけ、ちょっとあの、静岡は長野と山梨の間に食い込む形になってんだね、ここ。はい。そこのぐっと食い込んでるところの、区間を一瞬リニアは横切って、はい、長野県を通って岐阜県を通って愛知県の名古屋まで到達すると、はい、いうことで、まあ、大半は東京、山梨、長野、岐阜、愛知を通るんだけど、ほんのちょろっとだけ神奈川と静岡を通ると、はい、ほんのちょっとだけちょろっと通る神奈川県内にはでも駅があるんだね、これ。そうですね。はい。神奈川県駅、過去仮称というのが。ところが、静岡県は北の方にちょっと通るんだけど、ここには駅がないと。まあ、静岡航空。従来言われていたのは、静岡は、リニアは、あの、北部をちょっと通るだけで、県、駅がないので、へそ曲げてんじゃねえのみたいな話があったんだけど、今のニュース原稿によると、いや、リニアが通ると、はい、東京から名古屋に行くお客さんはみんなリニアを通るんで、今の新幹線がのぞみの本数が減って、多分静岡県内で止まる新幹線が増えるんだろうということで、リニア中央新幹線には賛成だとこう言ってる一方で、静岡の北部のそのちょろっと長野と山梨のところに食い込んでる静岡の領地のところにある川の水量が減る可能性があるからと言って、はい、工事を認めないと。これ静岡県知事が認めないとずっと工事できないの？地元了解がないと工事は難しいということになる。そんなことさ、着工前に話しついてなかったのか。あれ、ね、なんかその微妙な顔は何それ。なんかその含みのある、俺は知ってるけど、喋れないぞみたいな。そんなことないですよ。いかにも俺は知ってるけど喋れないぞみたいな、それは何かな。そんなことないですよ、本当に。素朴に聞くんだけど、はいはい、リニアって何年に開業予定だったんだっけ、もともとは。もともとはですね、2027年に、まあ、品川名古屋間を開業する予定であったと。品川名古屋間2027年開業すると、品川名古屋県名古屋間は40分で結べますと、はい、40分で結べます。それで名古屋新大阪は最初の予定では相当遅かったんだけど、これまあ紆余曲折あって、今最速では2037年に開業しますよと、はい、いうのが最初の報道だったはずなのに、2027年とあと5年後なんだけど、うん、5年後に着完成するっていう話は最近あんま聞こえてこないのはどういうことなんだろうね。まあ、着工が遅れて予定がかなり後ろに倒れている分で、まあ、明言しなくなりましたね。いつ開業するか。はい。社長インタビューなど、まあ、会見などでも。これってだけど民間企業がやってるプロジェクトなので、はい、開業が遅れたら、収益とか採算とかそういうものに極めて大きな影響があるから、おっしゃる通り。当然、建設してる企業としては、開通一刻も早くしたいよね。だけど静岡県知事が突っ張ってる限りは着工ができないでいると、はい、その静岡県知事は今のニュースで、リニア中央新幹線には別に反対してないよって言うんだけど、うん、言うんだけど、どこが落としどころ、
あれ一説によるとですが、一説によると、一説によるとですが、まあだからね、これリニア中央新幹線と並行して走る現在の東海道新幹線、静岡にあんまり旨味がないじゃないかと。で、加賀さんも含めて地元肝入りで開業したですね、空港があるわけなんですよ。静岡空港という空港が、これ実は、真下を新幹線が通っていて、線路は。で、一説には構造物も結構いろいろ作っていて、ここに駅を作ってほしい。そうしたら空港のアクセスがとっても楽になるんだよっていうような話があってですね、そうしたらインバウンドでいっぱいお客さんが来た時に、静岡にも、おい、お客さん来るだろうし、東京にも名古屋にも運べるじゃないかと。玄関口にしたいんだと。いうような、まあ、別の角度からのアプローチっていうのもですね。あ、そう。じゃあ私責任者工事の、はい、全体の責任者だとして、聞いてどうしたらいいか、じゃあちょっと新幹線作ってくださいよ。そうですね、じゃあ新幹線に静岡空港駅作ればいいんだろ。おお作るよ作るよ静岡空港駅静岡県の金でということになってしまうのでね。そこか問題は。あとはどのぐらい新幹線が実際に止まってくれるのかとかね。もう1時間に俺何の意味もないよこれ。本当ですよ、この会話、この会話ですから、はい、ズボンお芝居ですから。ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは、キミさん、潮風ピーポーパーリナイさん、虎のしっぽさん、クニヒルさん、ラム肉55歳さんからのリクエストです。平井堅、瞳を閉じて、名曲だね。名曲ですね。飯田くんが思わず口ずさんでおりましたから、やっぱり歌う人によってこれほど台無しになるのかと。なんてことを言うんだ。あれいいじゃないですか。そうですね、はい、誰が歌ってもいい曲はいい曲ですよ。してあげてくださいよ、はい、本当にお聞きの日本放送、この後はショーアップナイターをお送りします、はい、セパ交流戦、東京ドームから巨人対ソフトバンク戦をお送りします。解説若松努さん、実況日本放送煙山光則アナウンサーです。おー、今日巨人は菅野投手の先発というね、エースが出てきますからね。ソフトバンクはレイ投手となっております。あ、はい、阪神もなんか気がついてみれば20勝以上してるよね。いやーまあなんとかなんとかね、昨日なんかは本当5対0から5対4まで詰め寄られた、わこれ大丈夫かわいわーみたいなところでしたけど、なんとか、ね、最近なんかトラホーっていうのがなんかトラホー結構そう、ね、流行り言葉になってるよね。トラホーとかヤクルトファンの方だとスワホーとかね。あーほー、ほーおっさんおっさんおっさん言うな。おっさん言うな。失礼しました。はい。明日の朝6時からは。はい。飯田浩司の OK 工事アップ。明日はコメンテーター、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。で、あさって6月4日土曜日、1989年のあの天安門事件から23年。ああ、もうそんなになるか。もうそんなになるわけですよ。23年で聞くか、もっとだろう、ね、中国国内では全く無視だろうな、当然。まあそうですね。なかったことになってますからね、まあ、中国との関係性等々も掘り下げていきたいと思います。はい、その後は春風亭一之助さんとあなたとハッピーをお送りしますのでお聞きになってください、はい、で来週月曜日のこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、4時台のゲストは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんです、うん、はい、天安門事件から33年でしたね。失礼しました。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司でした。あれ玉木、あれまた来週